さて、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。柴太郎さんからいただきました。すごいサムネイルが可愛いですね、アイコンが。ものすごいロマンある。見ててとても面白いので好き。チャンネル登録します。過去動画たくさん漁ってきたので褒めてということで。ありがとうございます。まあ過去動画漁ってくれるのはありがたいんですけど、過去動画漁られるとね、全然成長してないなっていう、プレイングに関して全然成長してないなっていうのが多分発覚してしまうんで、まあほどほどにお願いします。はい。お次のコメントがこちらです。リーマさんからいただきました。少し声変わりました。マイク変えたとかということで、マイク変わりましたねマイク変わりました。はいはい声変わって聞こえるんかな。僕は自分で自分の動画を特に見たりはしないんですけど、編集の時にちょっと聞くぐらいなんですけど、変わりましたかね。まあいい方向に変わってるとは思うんで、いいマイクに変えたんでねはい、ありがとうございます。お次のコメントがこちらです。大烈風さんからいただきました。復活イコールキスケのおもちゃってはっきりわかるんやなということで、まあ今のうちですからね。ほんまに新しい段来ちゃうと天使の守りが落ちてしまうんで、安定して復活させることができなくなっちゃうような気がするんですよね。まあ再録されるカードでまたそういうカードが出てくれればいいとは思うんですけど、まあ、安定しなくなっちゃうんで、今のうちに復活させたユニットをもうたんまりしこたま復活させておいて、もう思い残すことないように天使の守りとお別れしようかなと思ってますよほんまに今のうちなんでね。はい、ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は光と闇の異聞録、新しい新カードが出たので、そちらの方一緒に見ていこうかなと思います。僕は結構楽しみなんですよね、この魔王で戦うっていうのが。ということで、レジェンドカードが2枚新しい情報としてあるので、まあ、最後までお付き合いください。それではまず最初の1枚目見ていきましょう。こちらです。偽太鼓2コスト23、こちらテリー専用のカードですね。召喚時、次に場に出る魔王系の味方ユニットに仁王立ちを付与するということで、まあ強そうですよね、普通に。でコストの割にいいスタッツ、2コスト23、普通ですよねこれ。でこの能力を持ってるんで、まあコスト以上に働いてくれることは間違いないのかなと思うし、でこいつが盤面に居続ける間とかじゃないんですよね。次に魔王を出すまでなので。だから、まあ序盤、こいつを出して、で、後半魔王を展開した時に、あ、仁王立ちがついてたな、みたいな感じで使えるんで、結構いいんじゃないですか。使い勝手が良さそうですね。で、次の環境のテリーは、多分、まだまだレックステリーが強い。もしくは、魔王主体のテリーが強い、その2強、テリーの中ではその2つが、環境で戦っていくとは思うんですけど、まあ、魔王主体のテリーなら2コスト枠に無理なく入るカードじゃないかなと思います。まあ、これがもしね、こいつが盤面にいる間、魔王を出したら仁王立ちが付与するみたいな感じだったらすげえ使いづらいけど、普通にもう序盤難なく2コスト23を展開して、で中盤後半で出てきた魔王が仁王立ち付与してるみたいな使い方ができるという感じことで、だいぶ使いやすいかなとは思います。すごい顔してますよねこれ、ドラクエ5ですよねってことはヘンリーが出てもおかしくないんじゃないかなというわけですよね。はい、まあ、魔王を出すまでは永続なんで、これは使う人多いんじゃないですかどういう顔がえぐいんですけど、マジで。で、まあこれ、ね、ボスキャラクターなのに、レアリティがついてないの、すごいちょっと、かわいそうかなとは思うんですけど、まあまあ、仕方ないかな。
はい、ということでお次のカードがこちらです。はい、エビルプリースト10コスト46、これピサロ専用のレジェンドカードですね。で、魔王がついてると。召喚時、味方リーダーは究極生物に進化し、自分のデッキが魔王デッキになると。で、自分のテンションマイナス3ということで、これはもういろんなカードゲームをやったことある人ならおなじみのデッキを変える系のカードですね。おなじみの、うん。で、これ究極生物に進化しって書いてるんですけど、その究極生物のビジュアルがこれなんですよね。これなんか紅白歌合戦みたいなデスピサロなんですけど、まあ、これに変身すると。で、これがその進化の秘宝が落ちるからそれの救済措置だったら、まあ、それなりの能力があるとは思うし、また進化の秘宝とは違うものなのであれば、進化の秘宝、まあ、変身する手段は残すって言ってたんで、まあ他にもあるのかなっていう感じですかね。で、この究極生物の能力も魔王デッキの中身も全く分かんないんですよ。全く分かんない、何の情報も出てないんですよね。で、この自分のテンションマイナス3って書いてるんで、それなりの能力はあるんじゃないかなって思います。進化の秘宝だと、召喚通の5点を吐くという能力なんですけど、まあそれ並みの能力がついてるのかなとは思います。で、多分腕とかもついてるでしょうね、6点パンチぐらいので。それプラス魔王デッキになるということなんで、これはだいぶロマンになるのかガチになるのか、ちょっと怪しいカードですね。で、まあ某カードゲームのサタンドラゴンみたいにならなければいいんですけどね。はい、あのね、まあサタンドラゴンというね、某カードゲームのデッキがあったんですよね。診断でサタンが出てきて、まあ用意な能力なんですよ、サタンを出したらデッキを変えるみたいな、デッキを強いデッキに変えるみたいな、能力なんですけど、めちゃめちゃ強かったんですよね。めちゃめちゃ強かったんですよ。サタンはロマンだろうみたいな声が結構多かったんですけど、めちゃめちゃ強かったということで、まあそれにならないことをちょっと祈りたいですね。だから、まあ、ここ最近の環境だとピサロが、まあ、特にランプする必要ないみたいな環境なんですよね。中盤序盤がすごい強いデッキが多くて、まあ、魔導召喚とかもそうですよね。普通にクロックチャージとかマリベルとかでコストを下げて中盤にぶっ破するような、すごい強いカードが増えてきたんで、ランプピサロが正直使う必要がないというか、まあそういう環境だったんですけど、まあ、このエビルプリーストが、思った以上に強ければ思いっきりランプしてエビルプリーストにつなげてあげるだけでもう勝てちゃうみたいな、それほどのパワーを持ってるならすごい楽しみではあるんですけど、逆にパワーありすぎても心配かなっていう気がしてます。はい、まあ、10コストなんでね、それ相応の能力は持ってるでしょうけど、うん。で、まあ10コストの割にはスタッツがあまりよろしくない、そのあまりよろしくないスタッツがこの魔王デッキとか究極生物に進化するっていうのが、なんかぶっ壊れ感がすごい漂っててね、まあ、怖いっちゃ怖いんですけど、まあ、楽しみなのは楽しみ。てか早く魔王デッキの中身が知りたいですね。魔王デッキっていうのはそのこの段から出てくる魔王が、いっぱい詰まったようなデッキなのか、それとも、まあ、そのサタンみたいな、まあ、調べてください、一回サタンで、サタンって調べると出てくるとは思うんですけど、まあ、このエビルプリースト専用の、魔王デッキになるのかっていうのもちょっと楽しみですよね。うん、まあ、もしかしたら相手の HP を1にするっていう特技カードがこの魔王デッキに入ってるかもしれないですからね。はい、いや、まあだいぶ楽しみですね。だいぶ楽しみ。まあなんかレジェンド感がないみたいなイラストがね、リプランとかで見たんですけど、まあこいつは相当強いらしいんで、楽しみにしておきましょう。はい、お次のカードがこちらです。ほい、グランバースということで、
これミネア専用のレジェンドカードで冒険者がついてますね。5コスト25、召喚時&攻撃時、自分のデッキの上からカードを3枚見る。1枚を手札に加え、そのカードのコストマイナス2、残りをデッキの下に戻すということで、かなり強いと思います。かなり強い。でこれまあ今日発表されたんですけど、公式ツイッターで、ツイッターのリプランがもっと若い女を出せっていうひどい言われようだったんですよね。うん、まあその割には結構強い。でミレイユが3落ちするんですけど、ミレイユも召喚時、攻撃時、なんか手札補充みたいな能力だったんですけど、まあそれによく似たような能力ですよね。うん、でしかもこれリゼルコとの相性もいいと。攻撃力が2なんでリゼルコとの相性がいい。まあリゼルコを使ってほしいっていうことから、まあ、作ったのかなとは思うんですけど、相当壊れてますよねこれ放置しちゃうとずっと手札に加わる、プラスそのコストがマイナス2っていうことで、これはなかなかっていうか相当強いカードが来たんじゃないかなと思います。はい、ツイッターのリプランみんな見てみてください。ちょっと笑っちゃうぐらいひどいことが書かれてますね。うん、ババアを出すなみたいなババアのレジェンドは使う気が起きないみたいなこと書かれとって、あひでえなーみたいなひどいけど笑っちゃうようなことが書かれてるんで、まあ、見てみてください。はい、で公式ツイッターで、まあ、レジェンドカードがすごい発表されるようになって得ですよね。みんなフォローもう外してるでしょみんなフォロー外してると思うんやけど、なんか結構いいスパンで2日に1回ぐらいはレジェンドカードがポンポンポンと出てくるんですよね。すごい有益な情報が出てますよまあそれ狙いだろうけどね。で今回レジェンドカード何枚出てくるんだっていう話なんですよね。もっと増えんのかな。今までだと、まあ、8枚ぐらいまあ10枚ぐらいか、10枚ぐらいだったと思うんですけど、まあ、今回もそのぐらいなのかな。なんかあのスタン落ちしてしまう魔王が新しいレジェンドとして登場してるんですけど、それもカウントされるならまあ結構多くなりそうじゃないまだまだ出てくるでしょ。だってゾーマもまだやし、竜王もまだやし、あと2スタン落ちするのが、まあ、ベリアルはどうでしょうかね、まあ、いますよね。うん、だからまだまだレジェンドカードが出てくるのかなって思うと結構楽しみかなっていう感じですよ。はい、っていうぐらいかな。まあ、今回紹介したこのレジェンドカードプラス、おばちゃんまあどういう意見があるかね、ちょっとコメント欄で聞かせてください。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。